こんにちは、長谷川仁さんです。今日はアンゲロニアの植え付けをします。花の説明は動画の説明欄に貼り付けておきますので、後ほどね、ゆっくりご覧いただきたいと思います。前半に、アンゲロニアの植え付けの実演、後半に満開にする方法5選を伝えますので、最後までね、ぜひご覧いただきたいと思います。それでは早速植え付けを始めたいと思います。というところに置いて、今日植え付ける鉢はね、この鉢です。白い、ね、高さ30センチ、直径2センチ、4号鉢、プラスチック製の鉢ですけどね、非常に扱いやすい鉢ですね。おしゃれですしね、花がこう咲いた時にすごくね、映えるんですよね。まずね、植え付けですから、このボラ寿司入れます。こんな感じでね、ヒューマの中ボラって言うんですよね。これね、水はけがこう良くなるように入れるんですよね。はい。それから土をね、入れていきます。土を入れていきます。これ市販の培養土です。こんな感じですね。まずね、植え付ける前にこういったマグアンプってあるんですよ。元肥ですね。これよく咲くんですよね。私気に入ってこれ使ってるんですけど、これ友情タイプです。こんな感じです。こんな感じでこうつぶつぶっとしたね、こんな感じの。これパラパラっとね、入れて、あと混ぜるんですね。混ぜて、軽くね混ぜて、あとこれに植え付けていくということですね。でこれ根鉢からね、このアンゲロニア取ります。どんな感じか私見てないですけど、ちょっと巻いてますね。皆さん見えますかね、巻いてるのか。分かりますよね、こんな感じで巻いてるんですよ。でこういった場合はどうするかと、そのまま植え付けないということですね。カットしてあげる、ここ4箇所ぐらい。これ白くなってるのはもう巻いてる証拠ですから、4箇所ぐらいね、下の方だけちゃかっと切ってあげるね。すぐね、これ切った方が根が伸びやすいんですよね。このまましとったらですね、まあ、根が回るだけですから、あの花も成長しないんですね。こんな感じでちょっと蒸してあげるね、蒸し取るよ。それこの表面、虫とか病気が潜んでますからね、この表面をね軽く取ります。軽く取ってあげるね。それ最後にちょっと揉んであげる、こんな感じで揉みほぐすみたいなね。これね、根がこう出やすいんでね。で真ん中にドーンと植え付けて、でこの面がこの鉢の下3センチ、上っ面から下にね、ちょうどこの表面が合うような感じで、測る必要ないですよ。大体こんな感じかなみたいなね。でこれを植え付ける。これでね、植え付けがなんとかできましたみたいなね、ということになります。であとはね、これに消毒をやるってことですね。植え付けが済んだらね、こう根元からシュッシュッシュッってやるんですよ。シュッ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 とやって、あと全体にね、消毒をしたら OK。 あとはね、この後水をね、たっぷりやる。下からね、こうはみ出るぐらいにね、バーとかはみ出るというか、こう下から出るぐらいにね、あげると OK だというふうに思います。満開にする方法5選、これが大事なんですよね。ここを見逃すと大変なことになりますよね。でここがメインになってきますので、早速もう引き続きいきたいと思います。1つ目、環境ですよね。最低でもですね、この花1日のうち 2,3 時間はね、日が当たる場所で育ててください。2つ目、2つ目、水やりですね。鉢の表面が乾いてきたらたっぷりやります。
だから完全に乾あの乾きたらね枯れてしまうので、枯らさないように乾いてき始めたらやるということですね。だからあの特にねこれからの真夏の水切れに注意ですね。極端に今言いましたように極端に乾かすとこれ枯れてしまいますからね、茶色になってね。それだけは注意してほしいなというふうに思います。3つ目、肥料なんですよね。6月から10月までね、緩効性肥料と液体肥料を併用してやるんですね。緩効性肥料というのはですね、皆さん、これ使ってるのがガーデンボールですから、いろいろ使えますけどね。あのこう流状タイプですね。この中流状というかあの塊です。肥料の塊。これをね一月に1回。それから、液体肥料。こういったことあるんですよ。ハイポネクト私使ってるんですけど、まあ、1000倍に薄めてね、あげてください。そうですね。1週間に1回薄い肥料をやっていただければ、1000倍に薄めてやっていただければ OK かなと思います。それで固形肥料、要するに緩効性肥料をね、併用するということですね。ということです。4つ目、病気対策ですね。これも悩みの種ですよね。よくね、病気で枯らす人も多いです。私も何度も枯らしてます、病気で。はい、6月から7月とですね、9月から10月にね、雨が続くと、要するには梅雨とかね、長雨になっちゃうとですね、灰色カビ病というのが発生するんですよ。で、対策としてはですね、対策ちゃんとあります。これ守っていただければ枯れませんからね、皆さん安心してください。大丈夫です。対策としては風通しを良くするとですね、発生を抑えることができるんですよ。だから風が通らないジメジメしたところに置くんじゃなくて、開放的な風がこう吹き抜けていくようなところにね、置いていただければ OK ですからね。5つ目、害虫対策ですね。5月から10月の間、アブラムシがね、新芽に発生するんですよね。だからよく観察していただいて、発生したら防除するということ。また梅雨の時はですね、ナメクジが多くなるんでね、ナメクジがこうやっぱり好むんでしょうね。ナメクジの発生が多くなってくるんですよ。しかも夜行性なんです、彼らは。彼らっていうふうに言うんですかね。ナメクジさんは夜に活動します。本当にこのアンゲロニアいっぱい咲きますし、私小花好きですけど小花がたくさん咲くんですよ。だからね、ぜひ皆さんもこのアンゲロニアを植え付けていただいて、この花咲かじいさんと一緒に満開の花をね咲かせましょうよ。もう最後になりましたけどね、いつもコメントくれてありがとうございます。もう本当感謝してます。チャンネル登録してね、花咲かじいさんを応援しましょう。方法は今画面中央に私の似顔絵が出てますから、ピッとねクリックするだけです。右側のベルマークもね押してくださいね。今日もね本当に最後まで、ご視聴いただいてありがとうございました。次の動画でまた張り切ってお会いしましょう。